はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、北斗高校ですね、いきなりコツ持ちウィークやっていきたいと思います。で、デッキの方は、まあ、前回のねガチャで手に入れた、トキを入れてやっていきます。まあ、選択権とかはまだ手をつけてないので、 PSR の時はそのまま40レベルですね。まあ、精神ボーナスとかが、解放すれば増えていくんですけれども、まあ、40で使っていきます。で、あとはケンシロウですね、 PSR、まあ、50を探すのはちょっと相当時間かかったんで、45で、妥協して、その代わり潜在が、まあ、9と10になってます。精神ボーナスが9、やる気効果が、100% ついてます。あとの編成としては、独身術、補給上限アップのレイリー、新アーティストのミオちゃん、肩上限アップの二宮で、まあ、王子佐伯さんも入れたかったんだけど、自分ちょっと王子佐伯さんめちゃくちゃレベル低いんで、まあ、てか35なんで、まあ、だったら野球マン5号入れようかなと、思いまして、野球マン5号今回入れてます。まあ、そんなところでやっていきます。あと、北斗高校ね、あの能力が高いと、吹っ飛ばせる人数が増えるので、天才の入部届を持ってきて、まあ、初めのうちからね、どん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 世紀末タッグを狙っていければと思います。で、最初はだから、まあ、打撃は開けたいよね。打撃は開けたいけど、まだタッグを組めるわけじゃないんで、まあ、ケンシロウと練習をしてアシストを発動させましょう。まあ、発動するかって言われたらあれだけど、発動したね。で、この編成は敏捷ポイントが相当足りなくなると思うんで、まあ、ケンシロウと練習をしつつ、アシストのね、敏捷60ポイントもコツコツ稼いでいければと思います。で、打撃は開けらんねえじゃん、そもそも。で、守備が2人いるのと、どうしようかな、ミオちゃんもいるし、ミオちゃんの評価もね上げときたいんで。で、レイリーもちょっと評価は低めなので、まあ、守備開けますか。まあ、守備開けたからすぐにどうこうっていうことはないんだけど。お、広角打法。まあ、あとコツが手に入る関係上、安いコツはやっぱりそのままね取っておいた方がいいと思います。で、千丸はつかない。どれくらいだろうね、千丸の確率。20% とか 10% とか、なんかそんなもんだよね。そうそうつかない。体力がないんで、まあ、ケンシロウと練習してもあれだしな、少し吹っ飛ばしとく？メンタルで回復しながら。で、最初はね、トキはいないんで。まあ、練習を見つつ。まあ、ケンシロウがいたらちょっとケンシロウでよかったけど、まあ、ミオちゃんの評価上げていきますか。まあ、評価の上がりがね高いんで、それはかなり助かるよね。で、二宮、筋力が32しかないんで、まあ、そのままコツを取っていきますか。で、精神がちょっと吹っ飛ばしで倒したいよね。トキケンシロウもうもろかぶりやな。じゃあ、で、肩も吹っ飛ばしでいきたいんで、これまだ無理だよね、さすがに。玉砕覚悟。じゃあ、レイリーの評価上げてこう。なんか少しちょっと吹っ飛ばしが効率よくないと思うけど、現状で。レイリーの金徳が走り出したので、まあ、ちょっとミートは気にしていきたい。トキがいるけど、さすがに 18% は死んでしまう可能性があるんで、死んでしまうのが一番良くないからね、この高校。まあ、死んでしまうっていうか、怪我ね、怪我。ああ、どうしよう、体力はマックスなんでちょっとやろう。このくらいだったら大丈夫でしょう、13だったら。で、あと、なるべく多いところにね、ケンシロウトキがいてくれればいいんだけど、もう。守備足りない。トキの評価が全く足りてない。で、盗塁は5持ってて、広角打法はちょっとね、あれだから、悪球、代打、ヘスラ、ホーム突入くらいまでしか取れないか。
あ、もう決戦いけるかな。ちなみに体力は結構高い。どちらに転んでもおかしくはない。ちょっとやめとこう。まあ、減らすか。じゃあ筋力全然減らねえな。筋力ポイントなさすぎる。1ターン目からちょっと苦戦してるな、この状況。あと4ターンでしょ。だって時、いや、ちょっとこれまずくないか。時でしょ。アシストプリーズ。アシストがあればこの体力でもちょっといけるかどうか分かんない。で、まあ隅に置けないらにしとくか。彼女がいればね、真ん中にしてもよかったんだけど。で、体力回復したんで、よし、まず倒そう。とりあえず北斗なんとか剣、全然分からん。で、これって多分2、3箇所吹っ飛ぶよね。で、筋力、肩、精神で、ファールカップ。体力回復イベントが来てくれると嬉しいね。ありがとうございます。まあ、告白でもいいけど。で、残り2ターンでしょ。すげえギリだな。はい、しかも打撃が空いてなかったしね。ホーム刺繍アシストで、これでただ世紀末タックが発動してくれれば世紀末タックで吹っ飛ばせるんで、アシストをね持ち越せるっていう利点があるけど。さあどうでしょう。ダメ。じゃあ倒しますか。その前にちょっとホーム刺繍とかを取ってしまったんで、コツを潰しに行きます。ムード、ホームシッシュ、プレッシャーランも取ったのか。悲しいな。本塁生還印象ね、ちょっと厳しいよね。盗塁アシスト、あとサイン察知1でいいか。2だ、もう別にあれだから。で、能力を上げていきましょう。とりあえず E にしよう。で、走力はじゃあ C にできるでしょ。これもなんか D に持ってけそう。これも D で足りない。で、ここで走塁。そして体力もね、ちょっと減ってる状態だからね。粘り打ち。さて、トキか。ちょっとやりたいはやりたいな、トキ。OK、アシストからの冷静で、二宮打撃。体力がもう本当にない。水下、コツを取ろう。一発逆転とかだったよね確か。よし。で、さすがに無理。これは一回デートをする。で、デートが詰まるのも良くないんで、まあ4ターン目なんていうの、4人目のところではもうデートをなるべく終わらせてたいんだよね。きついから。で、俺も身につけたい。さて、ケンシロウがいるか。まあ、せっかくただアシストが発動してるんで、守備開けられるんで、ちょっと守備開けよう。で、普通の練習でもし打撃が開けられるんだったら2箇所開けておく。さて、どんな感じ。まあ、トキがいるか。 20% か。まあ、ちょっとだよな。デートしよう。回復で、アーチストはもう筋力あったら取っちゃってもいいかもね。で、これも本当は回復してくれるんだけど。で、評価的には多分大丈夫だから、緑徳のを取りに行く。で、走塁、まあ、走塁もね本当は取りたいけどね。トキアシスト頼む。コツパワーヒッターくれない。アシストをくれない。受ける。
って決戦コマンドが来たけど、さすがに人数が多すぎる。ケンシロウがいるからちょっと開けられそうだから開けておこう。はい。でクリスマスでね回復できるんで、喧嘩、これ体力減るんだよね、悲しいことに。で世紀末、あ守備が来てるね。まあ吹っ飛ばしておきますか。ちょっとその前に能力上げ、オール D くらいにはしよう。いけそうなのが、まあ、パワー、あパワーヒッター取るとか言ってたけど、まあ、総力はじゃあ B に一旦しておこう。よし OK で吹っ飛ばして、で排除して、メリークリスマスで体力回復して、でまた世紀末守備、まあ吹っ飛ばそう。これはもう吹っ飛ばし目的だね。すげえ経験点ってわけではないけど、まあ、場合によってはね解除してもいいと思うんだけど、ここちょっと体力を回復させます。とにかく練習が必要なんで、あ臨床いいね、やろう。残り4ターン、世紀末がずっと来てくれれば全部排除できる。てかさ、倒してなくね、そもそも。今思ったけど、世紀末タックが来てなければ倒そう。じゃあ決戦いけるっしょ、もうさすがにこれはいけるよ。はい、ハート、スモーボーデブ、でアーティスト取ったんで、まあアーティスト取ろう。これは意外性ってなんか取んなかったっけ。うーん、ちょっとでも体力を回復する。体力を多めに保っておくのが重要で、ちょっとアーティストそれなりに重いんで先に潰しちゃって、ミート C、 肩もいける、守備もいける、技術が少し足らなそうで、何もないんで、まあ、本当だったらまあ練習してっていうのはありだけど、デートを進めよう。3回目で、あと1人でしょ、だってで関松タックが来なければ次普通に練習するで、吹っ飛ばして終わり。打球伸びで2回目か。もう1段階くらいちょっとミートを上げたい気がするけど、うわない、来てない、140だから足りないな。どこだ、筋力消えろ、残りかすめ、ちょっと待って、意外性、ちょっとコツを全然潰してないな。コツ潰し、コツ潰し、ナフィアンダ1でいいでしょ。固め粘り、機械性3になってるし、初級も1でいいや。うわ技術が足りねえ、アウトコースインコース勝ち合うしな。本塁生還取っちゃおう、打球伸びはマジで取ってる余裕がない。一発逆転もいいや、取っちゃおう。で冷静3だから取ろう。 OK、 さあまた打撃と守備時か、まあちょっとアシスト狙って時に行こう。精神めちゃくれんな、精神の方がくれるんだけど、技術より。そう、彼女キャラね入れてるとね、ここら辺でね回復が入ってくれるんで、すげえ助かる。で二宮キャンディーにして捕獲打法これで掴もう。あ技術足りるかな、足りる、ギリギリで開けときたい、開けよう。ここは一応見よう、ちょっと野球盤5個、まあ美味しいは美味しいけどね。で打撃排除、帳尻合わせで、これは無難に警戒。なんか下にやってすげえ失敗した記憶があるけど、なんか赤徳とかつかなかったっけ、失敗してもう忘れちゃったけど。であとはケンシロウが肩にいるのか、トキがここにいるね。ちょっともう一回トキ、
アシストは2回発動するよね、入れてれば。でここもまあ一応回復はするはずだよね。でよし、タークケンシロウ、アシストもついでにくれ。精神高校アシストで2回目、2回目はまあ別にっていう感じだから。決戦40人、さすがに無理でしょ、ケンシロウがいたとはいえ。うっ、倒せんのやろう。だって別に大した練習ないっしょ、言うて大した練習ないから、守備吹っ飛ばせるんで、こいつには犠牲になってもらおう。カーネル・サンダース、いや名前よくわかんない。こいつはなんか爪を武器にしてんのか。明鏡止水で守備帳尻合わせで、ここで体力の上限が上がるんだよね。まあ、イベントは悪くないよね。 OK、 とりあえず通過。まあ少し、まあそれは少しでいいよ。とりあえず通過してくれることが何より重要。2と C だったけど、まあなんとかなったな。で A にしておこう。とりあえず A でマックスなんだっけ、総力も A にしとこう。てか B 層足りるか、 A まで上げちゃって。であと足りてないの、意外にパワーが伸びきってないな。で7ターン、まあ開けられるところを開けていきますが、ここ1回練習すれば正規末タックで開くんだよね、ちょい残りで。いや、肩1人か。ちょっと多いところから潰していこう。今回結構余裕がある。なんで余裕があるんだ、よくわかんないよ俺にも理由はわかんないけど、なんか余裕がある。次デートしよう。これで筋力排除して、気分屋とか超いらねえんだけど。あれ、肩はまだ排除できないか、ちょっと人数が多かったかな。ここ体力減るんだよね確か。ケンシロウはねちょっと体力、まあイーターとは言わないけど、体力を持ってかれるイベントが若干あるんで。で4回目、でここはもう新アーティストを取ります。取りますというか、まあ、勝手に取るんだけど、まあ、きちんとねアーティストを潰しておく。たまに忘れるからね、たまにって言ってもすげえたまにだけど、アーティストのコツをつかんだとか言って、アーティストのレベルが上がるだけだから、悲しいことに。さてメンタル美味しいよね。まあやろう普通に。これでゼロ、めちゃくちゃ余裕あるな。で正規なタックが来ないんだったらデートか。これどうしよう、ケンシロウが来るんだ、誰か、あケンシロウじゃなかった、レイか。でこうなった時にさ、どれだけタックが来るかだよね。ちょっと独身術は掴んでおこう。ほいでパワーとりあえず A にするでしょ。で肩も A にしとくでしょ。でここも A にしとくでしょ。でオール A、あとはちょっと金徳とかを潰しにかかりたいんで、ここは1やれば十分でしょう。で迷宮システム取っちゃおう、冷静がコツあるんで。でそっから独身術は取った、ささやきとかね、帳尻は取ろう。2まで持ってっちゃったからね。バントね、バントもどうしよっかな。これバント取ってバント職人のコツとか取るのかな、ちょっとそこはよくわからない。で一応タッタックの性能だけ見て、特にいいのがないんでデートしよう。これで5回目が終了。ちょっとね最初のターン苦戦したけど、3ターン目に割と余裕が出た。4号の謎、これ何、能力を上げたい。ちょっとこのイベント内容全く理解してないんだけど、とりあえず経験点がもらえた。
てケンシロウ。うわーやられた。マジですか。まあしょうがねえわ、そういうリスクもあるからね。で次は最後のターンなんで、よっぽどの経験点が来ない限りはちょっと回復しよう。これちょっと適当に使うな。でまあ練習がねしょぼいからね、スカウトさん評価上げていくか。メンタルで回復、どうだこのメンタル力。一緒に遊ぶ、リフレッシュ、まあ、ケンシロちょっとしくじったのが痛いけど、レイがここにいるか。レイもらえるんだったらちょっとレイ行きたいな。ほい来い、来た。でまず打撃を見る、トキがいるね。これちょっと開けられるんだったら開けよう。トキアシストをくれ、排除完了。来ない、これって回復する？回復した、やった。トキのなんかなんか知んないけど回復するかね、理由が分かんない。イベント内容を見てると別に回復するような感じじゃないのに。ちょっとここ開けちゃおう。でこの2つを開けて、まああとは様子を見ながら流し打ちしよし。あれ時来なかったな。で開けといてよかったな。で骸骨はじゃあつかみますか。流し打ちってか芸術的流し打ち、まだ来てないのか。でポン、さすがに次はもう無理だよね。アシストが来たから、ま、うまくいけばメンタル。レイがいるか、ちょっとレイにかけるか。でもレイもうさっきやったからもう来ないか。ちょっと1回しか来ないよね、レイは1回しか来ないよね。でちょっとミート S にして、っていうかもう持ってっちゃおう。102、せっかくで104まで上げるか。あの変わんないけど、で敏将意外に余ってんな。いやそんなことないか、技術が足りねえんだ。で決戦だってこんなんもう無理でしょ。体調が万全ではない。いや無理して練習するところでもないな、これはもうおとなしく休もう。よしチュンチュンで、これでちょっと決戦見てみよう。倒せるんだったら倒す。おお輝かしい勝利。いややっぱアシスト強いね、全然違うわ。でこれでもう決戦は気にせず済むんで、恐怖の満塁男打ち上げてしまった。なんかいろいろちょいちょい失敗すんな今回、まあ、金徳欠けてるのが一番痛いけど。で打撃、まあ、これは吹っ飛ばしで1勝6ターン。えちょっとなんか微妙じゃね、俺的に。あとなんだろう、筋力も欲しいけど、ちょ肩も欲しい。ちょここいやすげえかって言われるとすごいわけじゃないから、ちょっと見たまんべんなく残ってんな。6ターン、いやいけると信じよう。こっから世紀末タックがと信じる。来た、よし守備、これでどん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 敵を倒していく。で一回メンタルやろう。あアシストが来た、もうなんかアシスト来てもなっていう感じだから、ここメンタルで剥がして、であと一回赤松タックが来れば倒せる。よしそれでいこう、完璧だ。で精神 OK。さあ4番でサクッともちろんいって、ちょっと待って、補給を上げ尽くそう。じゃあからの守備もいけるねこれで、102でちょっと肩もやっちゃおう。で二次得がまだ取ってないんで、新アーチと350、これちょっときついよね。で総力バーストもきつい。骸骨取れたからいいんだけど、い
や大打撃かけてんの痛いよな。そうするとお待たせいたしました。ミオちゃんの4番はちょっと成功してもらいたいね。そうすると、まあ、2個目がかけるのはねちょっとしょうがないとしても、不確定要素がだからレイリーとケンシロウ、他は誰だ、いないか、この2人か。まあ、独身術かけちゃうとねちょっともうかなり悲しいから、かけるんだったらまあ大打撃かけてもらった方が良かった。いやマジ強いわこいつ。いや強いわって今の現状じゃなくて予選大会での話ね。現実にこんなやついたら強いわっていう話。さて来た、これでとりあえず OK。 あーまあやっちゃおう、ん大丈夫だよね。で走塁が弾いたから最後かなり増えるからね経験って。ちょっともう訳が分からん。うん来てない、どうしようかな。まあ30くらいやってもなっていうのがあるからね。だったらちょっと寝るか。思い残すことはない。最後に世紀末タック来てくれればそれはそれで嬉しいっていう。さてそこからあと取らなきゃいけないの、総力バースト。これはもう取っとこう、重いからね。ちょっと足んなくなったら困るんで、せっかく金徳を掴んでもね取れなかったら意味がないんで、精神的支柱もちょっと取っとこう。で恐怖の満塁男も、まあ、もう取っていいよね。アーチストをちょっと確実に掴んでおきたい。まずはちょっと新アーチストを掴んでおく。これで技術的流し打ちも取れるか。やっぱり敏捷足んねえわ。 OK、 まあまだまだね、試合はこの試合合わせて決勝までいければ4試合あるんで、もうちょい伸びますね。やっぱここで千丸ついてると全然違ったよな。まあ千丸ついて金徳かけるとちょっと悲しいから、そこは諦めがつく。いやでもやっぱ北斗高校強いよね。ちょい前までさ俺も波動高校がどうたるとか言ってたけどさ、でも波動高校やる気なくすわ。あとその選択権どうしようかなって悩んでるんですよね。PSR のレベル上げに使うか、それともジャギがやっぱり覚醒すると強いみたいなんで、ジャギ選べたよね。そしたらなんかジャギを取っておくっていうのもありかなって思ってるんですよね。さて最後7月の4週来ない、ただのタッグ。まあ、コツはトキ。トキって何のコツ持ってんの。まあいいや、体力あるしこっちにしよう。経験点に走ろう。で筋力肩、ちょっとトキのコツを見よう。わからん、天才モテモテ。モテモテとか意味ねえか。冷静と流し打ちはもう取ったわ。まあじゃあケンシロウよりはちょっと敏捷も欲しいんで、ここにして経験点を回収しよう。ってか二宮初か。もちろんぶっ倒す。で1は掴んでおこう、盗塁せっかくだして。怪我しミクサーも取って、アベレージヒッターも取ろう。コツがあるやつはやっぱり回収していきたいんで、まあ、今のうちに取れるものは取る。であと絶対必要なものっていうのはなさそうなので、取れるものをまあまんべんなく間引いていきますか。コツ取ったものを優先的に。 あとあれか、4番か。4番のために筋力残しとかなきゃいけないけど、まあ試合と最後のエピローグ経験点でなんとかなるとは思うんで、
ミートの上限が104だからね、106あるとまたワンランク違うんだけど、ちょっと編成的にどっかが104になっちゃうんで、王子佐伯を入れると呼吸が104なんだよね。まあミートは102になるんだけど、大丈夫か、結構ギリギリじゃなかった、俺の打撃が冴えない。新アーティストの使い手として、ちょっと危なくねえか、もうちょっと大量得点を取っておきたい。ここ結構強いよね。完全に外れた。第3球を投げました。あとガッ掴みました。これ危ない。ホムラちゃんね、なんかまた別バージョン出ないかね、あのジャスミンホムラみたいな。でタッグはまあメンタルで一回回復しとくか。ここも結構美味しいけど、一回回復しても次も練習しよう。でこまめにちょっと見よう。いや置いといていいな、まだ。じゃあ時40っていうのを考えると、まあそれでここまでいけるんだからいいんじゃないっていう。やっぱ北斗キャラ2人いるとだいぶ違うよね。だいぶ楽だった。ジャギー入れて北斗3キャラとかね、やってみたいけど。北斗攻撃に入ります。先頭バッターはやはり、あー待て、一応抜けたか。今確実にボール球だったよね。大東北斗攻撃に入ります。トップバッターはやはり、今縛りをあれしたの、明鏡シスキャー4点取られてるし、今日2本のホームランを放っている。これ入るな。あーちょっと待って、うご2点取られてる。これはしかもウエストしてるし、悲しい。せめて特進術が発動してる間に2点取って、失投を逃さない。1点取ってくれ、誰か取ってくれなかった。いやまさかここで負けるとは。体がまあ大打撃かけてるからね、しょうがないよ。さあこれは血を取れた。4番駆動。さて点数的にはまあ14,000、まあ、最後甲子園優勝して100100100、まあ15,000はいかないけど15,000弱っていうところか。まあさすがだよね。それ考えるとやっぱりさすがだよね。守備度も取ろう。でそこからコツをつかんでいるのはささやきか。あと、あーまあ技術精神はあるから取っちゃおう。気分屋はもう絶対いらないな、どう考えてもいらない。で意外にこいつあの両打ちなんで、実は実は両打ちですっていう。あ走塁も取っとくか。まあ走力 A まで持っていけたんで。で精神が余ってるから、まあ、チャンスは直撮りするでしょ。あとはもう何を直撮りしていくかっていうところなんで、余ってる経験点を使いつつバランスよく取りたいんで、イブシギン、ラッキーセブン的なやつとかは、ラッキーボーイ、連打も意外にあれだな、まあ、ちょっとラッキーボーイでも取りますか。ラッキーセブン、窮地、上り上司か。上り上司は俺結構いいと思うんだよね、能力的な話ね。別に査定的なことはもう今大して考えてないんで、ここら辺はと。あとファーストか、なんとなく取っとく。ファーストもある、対左取っとこう。いやこれもなんとなくね、深い意味はない。でまた精神がちょっと余り始めてるから、ラッキーセブンで敏捷か。盗塁20までも取って終わりにしよっか。じゃあ
そうだね。じゃあちょっと盗塁取って、あとはだからちょいちょいちょいとこい。もうあげられるものがない。というような感じで、ちょっとね、金徳が大打撃かけちゃったのと、まあ、そもそも天才っていうのがあるからね。やっぱ千丸があって、まあ、ようやく PG に持っていけるかどうかっていうところですね。今の俺の実力だと。なんで、まあ、北斗国もう少しでかいのがね、マジガチででかいやつが1回来てくれるとだいぶ楽なんだろうけど、まあ、北斗キャラ2キャラ入れてたんで、打倒っていうのか分かんないけど、打倒的なものはだいぶ楽でしたね。まあ、序盤は苦戦しましたけど、もう3ターン目、4ターン目とか結構余裕があったんで、まあ、それはかなりのアドバンテージになるかなと思います。まあ、トッキーもね、精神ボーナス高いんで、あと体力の回復イベントが多いんで、まあ、全然いいキャラだとは思います。あとはちょっとジャギをね、使ったことがないんで、であと俺、ケンシロウを持ってないんでね、まあ、そこら辺どうなるかなっていうところ、ジャギを借りようとするともうケンシロウ入れられないし、かといって北斗キャラ3キャラ入れるかって言われたら、ちょっと悩みどころではあるんですけれども、まあそんなところで、やっぱり北斗ここ強いよね。やっててあと楽しい、普通に。なので、まあ、もうちょっと北斗高校詰められればと思います。まあ、そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。